どうも、池上と新生、ゆうと思うんです。はい。アイスラウンジ、トゥーマティお前ちょっと俺らもずーっとやりたかったんだけど、まあ、いかんせんカメラマン一人俺だって一緒に相席行ってくれる一人が必要でなかなか揃わなかったんだよね。まあでも条件整ったんで今回満を持して攻略していこうと思います。お、それでは行ってみよう。今回のチャレンジャーはやめろってんだよ。これ以上真似すんなって。今回はね、友達と顔出しはできないんだけど、その友達とで決めてもらいます。それでは横浜へいざ出陣。いやー楽しみすぎるわ。そんな、むしゃぶりしてきた。久々にその単語聞いた。今日の作戦はどんなんですか？俺の友達の突破力がえぐいから主攻を俺の友達で、助攻を俺って感じにするから、今回はね、友達を譲すことができないんで、店内の会話シーンからスタートさせていただきます。はい、レッツアイスキック。やべっと思ってマジで死んだかと思ってそうなん、ちょいちょい連絡来てて暇になったら会おうねって約束はしてて、で俺今暇じゃん絶対。絶対暇だから絶対暇で、だからなんかさすがに暇すぎだろうと思って。元カノだったらどうしてました？元カノだったらいやどうしてたんだろう、俺マジ頭真っ白になって。はい、イワシのダーツコーナーに乗してきました。で、なんかイワシから一人元カノに激に、ただもう一人が微妙だし店内可愛い子いないからウィズ行くってきました。早くね、あいつ一応平気で10分そこらで店帰る。めっちゃ合理的なんだけどね、店からしたらクソ迷惑。まあ初めての相席企画なんで、ぜひとも彼らには頑張ってほしいですね。はい、あ、うま、うん、指めっちゃ細いですね。あ、そうですか、うん、反応に困る、外しちゃった。対応困ってんだ。正直手はめちゃめちゃ褒められてる。手のモデルやれるもんね。めちゃめちゃさ、似てるって言われる人がいるでしょ。誰ですか？中条。中条、中条、あ、やべ、間違えた、中条あやみ。すごい久しぶりに言われたでも。本当す、めちゃめちゃ似てるな。確かに似てると思います。思う思う。思ってない。いや、ごめん、思ってなかった。あのっていうのは、思ってない。中条あやみの顔を知らない俺まず。あ、でも、まだだな。普通に美人だよ、もちろん2人ともね。はい、イワシから連絡が来て、峰岸みなみと中条あやみって人に似てるらしい。あー、うん、こりゃ迷うね。そう。どうするかの展開も含めてね、楽しみな展開になりましたね。今学生ですか？学生っぽいです。あ、やば、言っちゃった。学生っぽい。学生っぽいって、よかったです。学生じゃないんだ。非学生で。え、なんだ。サークルとか入ってないの？あんまり活発な学校じゃなくて、なんか、まあ、あんま楽しくないかもね、サークルって。いや、どうなんだろう。え、でもめちゃめちゃ多分サークルでやんちゃしだし。いや、やんちゃはしないよ。マジで。バレバレ。俺、こう見て会長だったの。何の会長？テニス。うわ。いや、じゃあ、ま、って偏見だってマジで。全く遊んでないわけじゃないよ、もちろん。大学は一緒だけど違う。大学違う。中大、わかる。え、マジ？マジ？マーチのテニサーの会長？やばいやばいやばい。いや、あの、一個言って、一個言って。青学とか立教とかのテニサーとはちょっとわけ違う。中央大学。いやいや、マーチでしょ。君ら中大舐めてる、マジで。擁護するつもりないけど、マジ山でしょ。芋みたいな。だってカンパス山だけじゃないでしょ。マチュピチュみたいなとこにあるの。ほんとよ。モノレール全員修行僧。ほんとに。共演。何？負け抜きでゲーム。いや、俺一昨日潰れてさ、横浜にあいつに値段来てもらったのよ。マジか。で、一生飲まねえって誓ってんから。まあ、負けなければよくね。まさにそれ。てなわけで、イワシ勝つから見とけよ。バカな。そんな感じだから、まあ今日普通に飲もうよって言ってカラオケ行こうよ。全然行きたい。カラオケ行こう。カラオケ、うん、食べた。
いや、俺の方がいいそれは。俺も今カラオケって言ってびっくりしたのが、あれこいつ歌うまかったっけってちょっと思ったんだけど。え、行くんだ、行くんだけど。行く前からそのブランディング下げんの。いや、あ、こいつ本当に来てんだってちょっと今思ってびっくりしたけど。史上最強のドラムだ。やばいねこれ。強兵テキーラ。行きましょうか。俺は負けたけどお前は勝てよ。すわすわ。あそうだよ。待って俺の元カノ。元カノ誰だ？早く早く。びっくりした。びっくりした。めちゃめちゃ短いじゃん。髪短い。そう短い。見ちゃった。あ、早く行こうよ。とりあえず。テンパってる。テンパってる。ね、そろそろ出れてきたんで外に向かいたいと思います。飲んだね。行きましょう。はい、もうすぐ出るってことなんで相席屋の前来ました。ちょっと待機します。え、来た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 。ビゴスタート。こっちテルホガイだからワンピース濃厚。カラオケ入ったの多分。はい、二次会の会場はこちら横浜夢の国カラオケファンタジー。あいつカラオケ挟むとかないわ。いやあいつマジ動画だからって起きてんべ。なさけねえ。なさけねえ本当に。とりあえずね、俺らも同じ店行って待機したいと思います。二次会楽しもう。乾杯。乾杯。いや俺はもはやもう確認したいよ。ただみんなで普通にその選択肢はダメだ。そう。なんでめっちゃ近いしいいなと思って。いやマジでも部屋来てない。いやいやいや。みんなで行こう。はい。やです。だって。悪っ。もう急な。裏切りだわ。はい。じゃあイワシからそろそろ出るってライン来たんでちょっと待機します。さすがに次は決めると思うね。追跡開始。左曲がった。マジ。ワンチャンタクシー乗るとか。マジ。まぐ乗っちゃった。乗った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 。無事走り出したわ。はい、というわけで第1回相席屋トゥーゴチャレンジ無事成功で幕を立ちました。はい、さあまあ俺ら分かったけどね、あいつはやる男だよ。まあでも一回カラオケを挟むっていうあの愚行についてはのちょっと議論しよう。あれマジないね。まあ何にせよね、よし友人へ、よくやったよくやったよ。はい、じゃあ無事撮影も終わったんで俺らも愛媛県行きましょう。